リーゴー。どうしたよー、このプロタリーだ。おい、疲れるのも早いのも。一番疲れた。これだよ。おい、よし、攻めろ。すげえ。うわい、わい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 。てめえこんなよ。あえお、だいぶだ。おお、そうそうそうだ。よしよな。待って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 。これ詰めないで、おい。いって、はい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 。うい。課長止まって風景止めろ。Oi, oi, 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 oi
バーン行くぞお前ら。行くぞおらー。ああ、皆さん、今日はご来場いただき誠にありがとうございます。私事ではありますが、3日前におばあちゃんが死んでしまいまして、自分はおばあちゃんにずっと育てられたようなもんで、今日も実は告別式なんですけども、抜け出してきました。自分はおばあちゃんに自分の好きなことを一生懸命やりなさいって教えられて、天国にいるおばあちゃんも多分今見てくれてると思います。今日僕はこのリングに立てて本当に本当にありがたく思ってます。今日のこの試合をおばあちゃん見てるよ。お前はいいやつだよ。天国のおばあちゃんために今日は勝てお礼に決めろ。おばあちゃんに合唱。おばあちゃんの好きなプレーは感謝。この試合、ただの勝敗ではなく、面白かった方の勝ちとなります。では皆様の拍手で決まりますので、どちらが面白かったかで拍手をお願いいたします。まず柴田選手が面白かったですから。ありがとうございます。ありがとうございます。以上聞きますか。吉江恒夫選手が面白かったという方。どうだな。いやー、本当に2対1、2対1、勝者は柴田だ。いやー、皆さん本当に今日はありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、せーの、おばあちゃん。